あれクソニヤニヤしとったら逃げられた。はい、皆さんこんばんは、テンパクです。前回、トラッパーでまあ4人中2人倒したということでトラッパー卒業しようと思います。まあ実際は全員倒してから卒業したかったところなんですけど、ちょっと他のキャラもちょっとやっていきたいなと思って、今回はレイスでやっていきたいと思います。パークをちょっと何もないんで取っていこうと思います。これもね、飛ばしていきます。はい。ではスタートしていきたいと思います。はい、ではレースで始めていきたいと思います。一応ね、まあ皆さん知ってると思いますけど、一応レースは透明になれるので、鐘を叩くことによって、で透明中は敵を攻撃できないんで、とりあえず消えます。いないね。いませんね。どこにいるんだい。バレてる？よいしょ。ここの林に逃げられたか。どこにいるんですか？あれクソニヤニヤしとったら逃げられた。いた。あかん、つけられん。へえ。見っけ。右奥。
よいしょ。なんでこの見失われてたかんやろ。あった、おった。あ、いやー、届かん。見えとる、まだ見えとる、まだ見えとる、まだ見えとるよ。マジか。これはマジか。マジけ。早すぎるよ。早すぎるよ。近いんだけど。あれどこ行った？あ、あいや、外した。こいつだけは捕まえたい。こいつマジか。外しながら、フック外しながら。見えたよ。扉開いても誰一人逃げへんけん。うい。よいしょ。もういい、こいつだけでいい。とりあえずこいつだけでいい。こいつだけ殺そう。こいつだけ殺す。扉開いてるからね。多分こいつが死んだらみんな逃げるんじゃないかな。Yeah.
れが正解だよ。さあ。今度ちょっと製造者側でちょっと勝ちっていう気持ちをね取り戻したいと思います。じゃあ本日も時間もちょうどいいんでご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画は左、最新の動画は右、チャンネル登録は真ん中。よろしければチャンネル登録とTwitter のフォローをお願いします。